はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルービッシュです。では今回 EU4 織田家信長プレイの続きやっていきたいと思います。では早速時間まったり進めていっちゃいましょう。で、前回はですね、伊勢、丹波に続いて筒井の大和、さらに美濃を攻略したので、今回その続きになるんですけども、美濃と大和を制圧したことによってですね、今回新たに海戦自由獲得したのが、まずは甲斐の武田で、武田と戦線布告して戦争になった場合ですね、まあ、残念ながら味方になってくれる、そういう大名家はいない。一方敵国には北条今川千葉ということでね、北条と今川と武田の三国同盟プラス千葉家が加わるということで、かなり、まあ、厳しい戦いになると思われるので、まずこの武田との海戦というのはないのかなというところですね。で、もう一個が摂津の細川家ですね。細川家に宣戦布告した場合はですね、朝倉、そして九州から大友、さらに佐竹、そして盟友であるはずの徳川が敵側につくということになるので、まあ、細川と一戦やらかすのもないでしょうということになります。で、最後の1個目、それが越前の朝倉なんですが、朝倉と戦端を開いた場合ですね、細川と、まあ、参戦が決定している状態なので、まあ、越前の朝倉と摂津の細川、まあ、両家を相手にしなきゃいけないということになるんですが、それでも武田とかと戦闘するよりはだいぶマシなので、当面の目標は越前の朝倉にターゲッティングをしていきます。では時間を進めていきましょう。このままですね。で、貴族の特権の要求、どうする、彼らの正当な主張を受け入れる、上を選択した場合維新中、これが、ネガティブとして取られていますね。で、下段の方、彼らの要求を無視、この場合は武士階級は銃の忠誠を失う。あ、国家の不穏度がプラスに、これも痛いな、しょうがないな、正当性を受け入れよう。一旦ここは貴族の言うことに、まあ、屈するというか、話を聞いておくというか、まあ、そういう状態ですね。で、中核化の方は前回攻略した大和の中核化を始めてるんですが、統治力が足らず、美濃の中核化には着手できていないという状態です。では、またお金がかなり厳しくなっているので、財政から見直していきます。とはいえなぁ、陸軍の維持費下げられないからな、陸軍の維持費、一旦半分ぐらいにしとく。これが精一杯だなぁ。で、開発して、金を増やしましょう。本当にお金がないからね。で、中核化が完了したら、早速、朝倉に攻撃を仕掛けていきますが、まず朝倉の総戦力、ちょっと確認しておきます。朝倉の戦力は、朝倉が今出払ってる。どこにいるのかわからないけど。細川は8000。8000も兵いるの？そんなわけないだろう。細川は6000か。多いな。思ったより多いな。この6000に対応するために、今この状態だとちょっと厳しいな。まず丹波にいる3000と、大和にいる2000を合流させましょう。で、朝倉の総兵力がどれくらいあるかですね。これをちょっと確認しておきます。まあ、多分3000から4000くらいだと思うので、半分に割って、さらに半分、もっと半分に割って、いや違うな、2000を合流させて7000の人をまとまりにしましょうか。一つはね。で、秀吉の方はこの4000を束ねます。これで4000と7000の軍の編成が完了したので、この7000の兵をうまく使っていきます。朝倉の兵力がわからないとね、下手に戦線布告できない。
朝倉の兵の見極めは絶対にしてから前線布告しましょう。で、ヤマトの中核化は進んでるので、ミノの中核化完了するのか、統治力71が必要で、今、画面の上少し見づらいですが、57なので、これがね、入ってくるのを少し待ちます。で、開発の方ですが、丹波の方開発しておきましょうか。ちょっとでもね、お金欲しいからね。で、西洋式火縄銃。我々の州の攻撃省が、我々の軍隊に向けた、一等の西洋の火縄銃を持ち込んできた。一等のってどういう意味なんでしょうね。一束ですね。ごめんなさい。東じゃなくてこれ一束ですね。この最先端の技術を買うことはできますが、安くはない。マスケット銃が永遠に続くわけでもない。という話。ダガット 21.84 を失うのか。規律が 5%、軍事技術のコストが 10% マイナスになりますと。ただし、ダカット 21.84 を失う。いや、ダカット 21.84 を失うのはきついけど、いや、きついな。信長だったらここは、西洋式火縄銃を絶対採用するだろうけどね。ちょっと一旦このまま泳がそう。で、それとは別に、経済マイナス 0.23 か。これプラスにするには軍事力を大幅に削らなきゃいけないもんな。それはないよ。まず要塞を全部なくしていく。これでどうなった？プラス 0.76 になったね。よし、これで西洋式火縄銃を導入しよう。で、一時的に陸軍の維持費も下げちゃう。開戦する前までは下げといて問題ないので、開戦するときに直前に上げてもね、まあ、繊維が上がってくるので少し時間がかかってくる。立ち上がりに時間がかかるので、ここで、陸軍の維持費をマックスまで戻して、じりじりと上げていきます。本当にさ、金がないよね。朝倉の総兵力未だにわからないな、それにしても。軍事。朝倉の総兵力。謎すぎる。下手に動いて、朝倉の兵が思ったより多いというのは避けたいですからね。中核集荷、一つ完了ですね。大和の中核集荷が完了。で、本土化も可能なんですが、先に、やっぱり、美濃のね、中学集荷を先にやっちゃいましょう。朝倉の兵は今どこにいるんだろうな。細川の6000の兵は、7000の兵で迎え撃つしかないので、まあ、7000で迎え撃ちましょう。で、肝心の朝倉の兵がどこにいるかがわからない。
では中核集荷先にやっちゃいます。で、美濃の中核化が完了したら、いよいよ、戦線の布告をしていきましょう。で、それに合わせて、大和で兵の募集をしましょう。これ以上兵を増やすのかという話なんだけどね。何？もう増やせない。増やせないか。よし。これで金が入ってきて増やせる。だから6失うんでしょう？いや、金がきついな。これ以上金は出費できないね、やっぱりね。朝倉の兵力がわからないので、仕掛けるに仕掛けられないよね。大和でやっぱりもう少し兵増やしたい。ここは大和で防衛するしかないよ。大和の母兵と美濃の中核化、講和化が完了したら、越前、討伐していきましょうか。花見の宴。で、金が入る。もらう。何？いいことが起こる前兆だ。ダカット23。金23、マジでありがたいわ。これは、ありがたく頂戴しよう、この金を。で、生産インターフェースで。金を得る。花見万歳だな。花見のおかげで、兵8000を用意できた。さらに、美濃でも5000の兵を用意できるので、まあ、計1万3000の兵を用意できれば、さすがに越前の朝倉、さらに摂津の細川、この両家屈服させることができるんじゃないかな。さあ、中核化もう完了するので、完了したね。では外交、朝倉に戦線を布告。白がいいよ。で、朝倉はどこにいる？で、細川はいいように動くのか。ちょっと動きが読めないけど、とりあえず美濃にいる5000、秀吉は越前に進発させましょう。で、織田主力軍8000、これを摂津に向かわせます。摂津、まあ今の大阪ですね。ここを取ってしまうとだいぶ楽になるんじゃないかな。なんか動きが不明だな。細川は九州へ都会していくんだね。謎の動きしてるよな。で、朝倉は？朝倉がどこにいるのかが全然わからん。なに？細川が強力な水軍を持ってるとも考えられないけど。完全に謎の動きをしてくれてるので、このまま
行きますか？これは赤松が動く。秋に到着したとどこに動くかだね。さらにこれは畑や琉球。今摂津と越前に兵を張り付かせてるので、もう予備戦力は一切ない状態ですね。なんとしてもこれは先に攻略してしまいたいので、あとは開発でセコセコ収益の改善を図っていきます。これで収支はプラス 0.23、 艦隊の維持も下げよう。で、摂津取って、越前取って、で、丹後も取れば京都を囲める形になります。そしたらいよいよ、一挙に上陸戦を展開できる形になります。戦勝点の話があるけどさ、水運での戦いがちょっと不利になってるね。まあそれはそうか、水運に全く力入れてないからね。まあただ本土を取って、そもそも主家を滅ぼせば海軍など敵の本体がやってくる前に越前と摂津で、できれば阿波も取っちゃいたいよね。越前を攻略した部隊は、まあ、そのまま美濃越前一帯の、まあ、安定化のために駐留させるとしても、もう摂津にいる8000は阿波に一気に攻め入って、このまま細川を滅ぼしてしまいましょうか。よし。越前の攻略は完了。いいね。で、摂津も攻略が完了すれば、一挙に阿波に攻め入りましょう。もうこれで機内はほぼ制圧完了と。行ってもいいと思うので、よし、摂津も攻略完了だね。で、この摂津の8000を一気に阿波に進めていきます。ちなみに今の戦勝ポイントで切り取れるんだったら切り取って終わりにしたいよな。あ、摂津と越前は取れたものの、阿波が取れないんだな。いや、これはね、だかと、まあ、金を得る以前に、やっぱり阿波まで取ってしまいたいので、欲望のままに阿波攻略に、軍8000を繰り出そう。何？
細川六千が戻ってくる？戻ってくるのであれば、信長、配下、秀吉、五千も、阿波に差し向けよう。これで信長の主力軍13,000。を用意して、細川6,000を潰しちゃおう。ちょっと待ってね。どこに向かう？石見か。はい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 。出雲へ向かう。であれば、丹波で迎え撃つしかないな。朝倉からワフェへの一帯。まあ、これ拒否だね。よし。石見で細川軍と戦闘。これを撃破したので、秀吉軍は一度、美濃へ帰還。で、残った板倉軍で阿波の制圧を行いましょう。完璧な運びだね。これで、すべての、細川の領地を没収できる。では、没収にかかります。ちょっと待ってね。待て。越前がどうにもならないの？朝倉に対してでしょ？阿波も取りたい、越前も取りたい、全部は取れないの。ちょっと待ってね、戦勝点が足りない。そういうこと？だったら、金はいらん。とりあえず。が、阿波はよこせ、ということで、これであと金は？金は10か。まあ、これでいいだろう。これによって、越前、摂津、阿波、さらに、金10。これを要求します。まあ、飲まざるを得んでしょう。このね、圧倒的大差で勝利したんで。OK だ。で、長宗我部との海戦自由を得たと。長宗我部と戦闘か。で、さらに、五の。まあ、こんだけ大きくなりましたからね。まあ、長宗我部と戦争するのか。まあ、あるいは。河野家を滅ぼすのか。まあ、長宗我部と戦うのはしんどいよなぁ。となると河野家になるのかな。とりあえず今ですね、朝倉の分離独立主義勢力が、終わりに迫っているので、秀吉4000を差し向けます。こんなところですかね。で、阿波にいる兵8000。これも一度摂津に帰還させましょう。というところで、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回、まあ今のところ河野と戦端を開く予定ですが、河野にするのか、はたまた、長宗我部にするのか、検討の上、続きをやっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。